来年に向けて自分もやっぱり変わりたいなっていうふうに思ったので受講させてもらいました。そうした変化についてはこれ私ノートで全国を回ってお仕事をなんか旅をしながら旅行したいっていうふうに書いてたんですよね。でそれも書いてたの忘れちゃったんですけど、そういえばと思って見返した時になんかそういえばなんか日本中ご縁いただいてお仕事してるなっていうふうにちょっと気づいて、あこれかなってるわみたいな。ねえ、かなってますよね。これ一番私も思います。ありがとうございます。でいつの間にかなんかそんな気づいたらかなってたみたいな、でもやっぱそれってなんかノートに書いたりとかなんか美佐子さんの講座の話だったりとかやっぱり頭の隅に残ってたからというか、本当に自分の願いがそこだったんだなっていうのを今思ったらそういうふうに気づいたんですけど、やっぱり書く力とあと美佐子さんの講座の中の話が私のやっぱり日々の中で片隅にずっと残ってて、それをずっとずっとなんか未来手帳のノートに書き続けたみたいな、もうとりあえず書いて書いて書いてたらいつの間にか叶ってたみたいな感じですね。全部叶ってるわとか、両親に旅行のプレゼントだったりとか。何個ぐらい書いたんですか？全部でですか？この絵に、ね、書いてる？すごい書いてると思います。多分何十個ぐらい？何十個というか、もうノート3冊ぐらいは書いてる。常に被ってるとは思うんですけど、でも常に書いて書いて更新してるっていうのをずっとやり続けてますね。書いて更新してるっていうのがいいかもわかんないですよね。あ、かもしれないですね。なんか温泉行きたいわとか、自然の中でゆっくりしたいわとか、なんか常に望みをもう書いて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 書きまくってます。なんか書くのは自由かなと思ってるので、でやっぱりあれですよね。行くとこでもフォーカスした方が絶対行けますよね。はい、本当に。でどこどこ行くっていうの絶対ね。まるまる1年、もう2年経つんですよね。2年ですね、はい。ね、2年ですね。もう100個どころの話じゃないんちゃうのかなっていうのじゃ。ちょっとね、わかんないんですけど、なんか多分、ね、かなってるんじゃないかなと。きっとそうやと思う。知ってるだけだもん、私、数えれますもん。でも、すごいですよね、本当。でも、一番やっぱり、未来手帳がなんか叶っていった時ってどんな時ですか？ノートを書いてる時はもう常にワクワクした気持ち、こうなったらいいなとか、こんな風になったらいいなってなんか常に妄想しながら書いてたりとか、あとはなんか普段こう雑誌とかなんか本とか見た時になんかピンときたらなんか忘れないうちに書いちゃうみたいな。ああすごい。はい、なんかなんでもう常にやっぱりなんかこう叶ったらいいなみたいな感じで、妄想とねリアルを引っ付けてるから叶いやすいんですよ。自分の中で妄想するじゃないですか。でリアルでも見るものっていうのをやっぱ引き寄せやすいんですよ。妄想だけやったらなんかなんかなみたいなので終わってしまったりするし、リアルだけやったら自分の中では通り過ぎていってしまうんですね。でもこの妄想とリアルがセットになった時に夢とか願いを叶えやすいんですよ。でそれを口に出すとさらに。なるほど。そうなんですよ。あでもすごいです。なんか叶ったらラッキーじゃないぐらいな感じ で、 で毎日書いてる？もしかして毎日書いてます。感謝ワークと一緒に。ああすごい、はい、やっぱ素晴らしいなそれは。このノートって使いやすかったですか？もうテーマがやっぱり書いてるので、書きやすいですよね。そうですよね。見ながらできますもんね。一冊やるだけでも本当に1年の願いって叶いません？叶うと思います。なんか叶ってるなと思いながら、叶ってますね。本当に叶ってます。素晴らしい。こうね、かわいいノートに書くっていうのを。かわいいですね、ノートね。かわいい。かわいいですよね。私もこれ自分で一生懸命デザイナーさんとデザインしたんですけど、やっぱり好きですもん。やっぱこのね、ここの中に龍が入ってるんです。そう。だから、ある意味、書くことによって、こう、登り竜のように上がっていってくれたらいいかなっていうイメージなんですね。なので、ぜひぜひ続けてもらったらいいと思います。11周年になる未来手帳講座。
あなたの魂を目覚めさせる未来でしょう。あなたも参加しませんか？きっと人生変わるきっかけに。詳細はコメント欄に貼っています。チャンネル登録やいいねを押していただくと大変嬉しいです。ありがとうございました。